飲み物を飲んだらなんだかいや何でもない早く先に進もうここが肝試し大会の会場か想像以上に人が多いな もしこの場に本当に妖魔がいたら皆がら危険だ念入りに調べないと今のところ特に異常はないがもっと周りを探してみよう何か手がかりがあるかもしれない参加者たちは危険があると微塵も思っていないようだな彼らを守ってやらないとん言ってる意味がよくわからないつまりわざわざここまでやってきて恐怖を味わうのが娯楽だと そうかうん。一理あるな。確かに僕は、あまり娯楽に対して関心を持たないまま生きてきた。それに普段から、妖魔退治と法術の修行に時間を費やしてるしな。修行だけじゃない。自分の感情の起伏を抑えて、体が暴走しないよう注意して生きてきた。だから、遊んでる暇もなかったし。さあ、早、は、っ、い おーなそうははすまない僕たちは別にのお願いああ説明いや絶対はいそこ上がってるのすまない悪気はそうなんだ奉仕がま俺はお前らが礼を言うどうやらどこ なぜオークくがだが一つつとにかくこれは痕跡がどちらにしろ僕の予想いやまあさて もうこれそうとりあえずもう知らん待てもう大丈夫あん,んあれんあまりにえー、っと何が何のに悪かったいや他の人もいるし、はあ、謝るからいいわいいんだやだえっと すまないさっきの飲み物が原因かも,もし陽気が暴れだしたら仮にすすまないめ <laughs> この激しい感じかなり危ういかもしれないいつもならアイスを食べて抑えるんだがこれは普段とは比べ物にならないぞ。 このままだともっと効果のあるものが必要だ。例えば氷スライムの液体とか氷トリックフラワーの蜜とか冒険の途中で集めたものかそれだと鮮度が落ちていて効果があまり望めないかもしれない素材としては使えるだろうが巡用の体を抑えるのは難しいだろう すまないが僕は少し休ませてもらう冷静さを保ち続ければそうすぐに悪化することはないくだらない。 一人でで歩き回るのは危険ですよだってどんな人間に会うか分かりませんからいやおや落ち着いてますね川沿いを歩くと靴が濡れるのは避けられないっていうことわざを知っていますか陰に満ちた場所を歩いていると普段は見えないものが見えてきてしまうかもしれませんよ。 もしそれを一度でも目にしたら悪夢のように絡みついて一生離れなくなくるんですいやいやどうしてそんなに冷静なんですか普通の人なら話の途中で怖がって逃げるんですけど人の恐怖心を上手に煽ることで雰囲気を演出し怖がらせてこそが真の技巧というもの。 私の見た目ななんんて関係ないんですあなたみたいに階段を信じない人はどんな手を使っても効果がなさそうですねそんなわけないじゃないですかさて他の腰抜けを探すとしますかあなたも早く友達のところへ戻った方がいいですよ今頃恐怖に怯えてるかもしれませんからね オンに切るだいぶ良くなったまだ少し陽気がざわついているが少なくとも暴走はしないだろうそうだ素材探しの途中で新しい妖魔の手がかりを見つけなかったかそれってつまり妖魔どころかここには何の危険もなくてそ,そうかでは。 すまない。お前の時間を無駄にさせてしまった。<laughs> 優しいんだなお、ま。お前と共に行動し、肝試し大会に参加して、このこれで妖魔も退治できていたら、これ以上のことはなかったんだけどな。